ホセ。おお、おはよう。トイレ。ダンス。お、何さ、これマイク置きっぱなしや。ん？マイク置きっぱなしや。今からじゃん。ん？コンセントは。アミちゃん？出て。アミちゃん。今日別。あ、今日別なの？うん。うん。今日別。よいしょ。最近調子どうですか？はい、はい、とっても元気です活動とか個人で活動今があって、毎回朝とかさ事務所借りてやっとるから何撮ってんのかなみたいな。あ、事務所借りて、うん、あれ普通に個人チャンネルで。外一気に寒なったからな。はい、めっちゃ俺と落とさんかった今。おっと、動画の途中で失礼。ヤッホーみんな、あまりざだ。なぜ俺が今テンパってるかって説明しよう。みんな気づいてないと思うが、これはドッキリなんだぜ。え、気づいてる？お、俺が気づいてないのにみんなが気づくわけねえだろ。この動画は海外でもバズるパスタを歯でパリッと割って骨がうらーうらーっていうあれさ。え、知ってる？おいおい、強がりはよくね。手羽よ。あー、そうそう、一つだけ言わせてくれ。なぜ今俺がこうやってアフレコ入れてるかっつったら、 MC が撮ってくれてたオープニングがなんかバグったみたいなんだよ。ほんでなぜかまさか俺が撮るっていうね、データがぶっ壊れてアフレコしてるんだってばよって。え、そろそろうざい？ほら、面白く俺がバカみたいに引っかかってる映像続きから見てもらおうか。ほら、本編に戻るぜ。レディゴー。え、もう撮ったってこと？え、ちょっと、これがオーダー。
あ、そっ、あ、そっか、いらんねえ。下向いてるやん、うん、で首がここが取ってくるんだよ。あーそうそう、ない整体か、整体、整体なんか中があるで、おすすめ。マジで、うん、このストレッチいいよみたいな。え、いやもうこれじゃん、よくあるこれじゃん。こうしてこうみたいな、今もあったっけ。あぐらいじゃん。まあね、すぐやりすぎやろ。どうした？えぐいえぐい。もうやめとき。やめとき。えぐい、ほんまに。やめとき。ちょっと待って。うん、あ、今？今今のやった？マジでやったかもしれない。え、ちょ氷いる？いった。ちょっと待って。あ
タオルは。タオルは。いや、変な音したの。じゃあ、タオル。とりあえずこれ冷やしといて。どこら辺。お前ほんまなめとんちゃうぞ。疲れたわ。あー無理やな。疲れた。もうバチバチでボリボリなんやわ。ほんまもう一回ストレッチに上げるから。もう一回ストレッチ。あー気持ちいいねー。はい、わかりました。はい、はい、お疲れ様です。はい、あ、いや、おはようございます。あ、今日は真っ白ですね。今日は真っ白です。たまにちゃんと整体行ってるじゃないですか。はい。どこの整体行ってるんですか。紹介しましょうか。うん、紹介しましょう。多分近いんでめっちゃ行きやすいと思います。どういうの行ってくるんですか。でもストレッチとかもなんか伸ばしたり、あの頭とか、頭とか、あのまあなんか伸ばしたりとかいろいろするっす。あ、へえ。でも最近すっごい凝りやばくて、あ、そうなんですか。この周り全部。あ、そうそう。急なんですけど、はい、甘えていいですか。甘えていいですよ。頭マッサージしてもらって。あ、全然いいですよ。でもマッサージでいいですか。ある程度できると思うんですよ。いいですか。やった。頭ですか。頭です。頭、頭のマッサージがしてほしい。なんか美容師の知り合いとか多いから、楽しゃ、はいはい、結構そういうの得意だなって。いやー、どうやなー。あー、めっちゃ気持ちいいですね。一回なんか先、はい、お先やってた動作でこうやってひねるやつやってもらいたいさ。あとででいいで。じゃあ軽くする。はい、お願いします。いけるっすか。いけるっすか。で、大丈夫ですか。大丈夫です。で、続けてください。大丈夫です。なんか、おもろい音したんですけど、大丈夫ですか。いけるっすか。大丈夫です、大丈夫です。すいません。いけるっすか。いやいや、やってない、やって、そう。いやいや、本当に申し訳ないです、申し訳ないです。ごめんなさい。なんか食ってるんですか。何ですか。え、なんか食ってます。食べてませんもう一回だけな、いいですか。もう一回だけ忘れちゃう。あ、いい、もう一回いいんですか。はい、痛めてるのに。はい、一回だけ。もしかしたら治るかもしれない。オッケーです。はい、反対側で。あ、反対側、うん。いや、別に何も探しないです。何を探してたんですか。それやな。海外の TikTok で流行ってたやつだろ。よく知ってるね。え、よく知ってるねって見て、さすがですね。騙されてるやつおらんやろ。タロじゃなくてきっと騙されると思ってたんですけど。あまりだなのワンちゃん。衣装めっちゃ驚いてませんでした。センターで。いや、もうそりゃそうでしょ。俺ダンス一番下手なのに一番真ん中ってちょっと恥ずかしいでしょ。更新がお昼に撮ってるんじゃなくて夜に撮ってますから。確かに。ライトアップで明るく見せてるだけです。確かに。この時さ、お腹壊れるかと思った。ほんまにめっちゃ飲んだ。それぐらい飲みましたね。これちゃんとタイトル回収エビ取りしてるんですよね。ここ M ショットでちゃん、そう、ちゃんとエビ取りで逃げてるんです。でここでなぜか助けるんですよね、高崎のおっちゃんが。